かなりちゃんとしてますね。とてもかっこいいです。結構ね、ちゃんとがっつりとつきます。どうも、JP です。今日はですね、スポットウェルダー、スポット溶接機ですねを買いましたので、これの開封レビューというか、本格的に使う前にどんな感じなのかっていうのを試していきたいと思います。ということで、開けていきましょう。中はこんな感じとなっております。取説と、シールと電極が 2種類かな。でニッケルストリップおまけでついてきます。あと18650用のバッテリーホルダーですねがついてきます。本体がこれ結構ね、ずっしりと重いです。金属製かな、あ、聞こえるかな、アルミ製、多分アルミ、かなりちゃんとしてますね。この下に、はい、ケーブル類、溶接用のフットペダルでこうパチってやるスイッチが入るタイプもあったんですけれども、今回はこっちを買ってみました。電極は2種類かと思ったんですけど、同じやつが2セット入っております。多分一緒だと思う。取説はね、こんな感じとなっております。早速剥がしちゃいましょう。全体的にね、つや消しな感じでクリック感もあってね、とてもかっこいいです。で、このスポット溶接機ですね、電源が 100V 電源ではなく、車用の 12V バッテリーかリチウムバッテリー、 3S5Ah で 60C で放電できるやつってなっております。ということで、今回は入手性のいい、普通の車用のバッテリーを用意いたしました。これで動かしていきたいと思います。で、このキットの中に、電源のケーブルは入っておりませんので、こんな感じのものを作りました。これを使って 12V バッテリーに接続していきます。こっちの方もこんな感じで準備が完了いたしました。早速ですね、接続していきたいと思います。まずは電源から。はい。というわけで 12V バッテリーにつなぎまして、この本体のインって書いてある方に接続しますと。こんな感じで見えるかな？電源が入ります。本体にスイッチはないんで、あれだったらどっかにスイッチをつけてあげるとか、そういう感じになると思います。して溶接機の先端ですねをそれぞれのところに挿したら準備完了です。メニュー画面とかですねを軽くご紹介したいと思います。まずここのノブをクリックしてもらうと、オートパルス、バッテリーアラーム、ショートパルス、3つ選べますので、まずオートパルスからいきますね。オートパルス、アクティブとディレイ、あとイグジットですね。アクティブがオンかオフかになっております。で、これ何かと言いますと、このペン先っていうか溶接棒じゃなくて、ただのペンみたいなやつがあるんですけど、あれをつけた時に、ニッケルストリップにこうピッてつけた瞬間にもう勝手にパチってなるような設定になります。フットスイッチか、これを使う場合にはオフで、はい、使っていきます。ということでオフにしまして、次ディレイ、オートパルスした時に接触してから何秒後にこのパルスが発生するかっていう、秒数になりますので、フットスイッチとか使う場合はあんまり関係ありません。で、次バッテリーアラーム、バッテリーが 11V 以下になったら充電が足りないっていうのを警告してくれるんですけども、それのセッティングができます。まあデフォルト 11V なんで、まあ特に変える必要はないかなと思います。まあ、その電圧がね、ここに出てるんですけど、電圧というかバッテリー残量がここに出てたりしますけれども。で、次ショートパルスについてですね、ショートパルスなんぞやということで調べてみたんですけれども、メインのこのパチってやる前に、まあ、余熱ですね、余熱をして、まあ、溶接場所の清掃というか、まあ、あらかじめその溶け込みやすくするような感じですかね。メインのパルスタイムの 12% 軽く流しておいて、本電流バンって流すような感じで、しっかりと溶け込むようにという感じですかね。で、まあこれ 0% から 100% まで選べますということなんですが、まあ特にいじる必要はないらしいので、まあ 12% とか、後でこれを変化させたらどうなるっていうのをちょっとやろうかなと思いますけれども、まあデフォルトの12のままでやりたいと思います。この数字が3ミリセックの以下の場合は、このショートパルスっていうのはオフになるらしいです。で、この数字はウェルドパルスデュレーション、パルスの持続時間ですね、まあ継続時間というか30ミリ
秒とか40ミリ秒とかそんな感じなんですけれども、薄いニッケルストリップであればもう5ミリ秒とかでも全然、ね、あの溶け込みが入るんですけれども、まあ、熱くなってくると、この秒数を上げていかないと溶け込まないというような感じになりますので、溶接部を見ながら調整していくという感じになります。100ミリセックまで、上げれるんですけれども、まあ、100ミリも超えてくるようなことは多分これでしないと思うんですけど、一応本体の設定で500ミリセックまで使えるように変更することは可能ですが、まあ、多分そこまで使うことはないと思いますので、一般的にはデフォルトのままで全然いいかなと思っております。というわけでいろいろとですねニッケルストリップ用意してみました。これがデフォルトでていうか最初から商品についてくるニッケルストリップです。今ノギスが手元にないんで何ミリか分かんないんで後で測ってここの辺に出しておきますけれども、商品についてくるニッケルストリップです。それとニッケルメッキの厚みが 0.18 ミリのストリップですね。これと純ニッケルのストリップも用意してみました。こちらは 0.15 ミリということで、この3種類を使っていろいろ試していきたいと思います。というわけでまずは、最初からついてくるやつ使いますね。多分純ニッケルだと思います。設定はデフォルトのまんまでとりあえずやってみましょう。まずはさすがに設定デフォルトのまんまだとね簡単に取れちゃいますね。もうちょっとパルスデュレーションを上げまして、ほい、あ、まあ手では外れるけどちょっと抵抗感が増しましたね。どうしようかな、25ミリセックのショートパルスの数字を 20% ぐらいにしてみましょうか。ほい、おくっついちゃった。もうちょっと上げる必要があるのかな。じゃあ30ぐらいでやっていきます。さすがにもう手じゃ取れない。うん、結構がっつりとついてますね。もうちょっと欲しいかな。35ぐらいにすればいけるかな。おい、4箇所ぐらいやってみまして、うん、こんだけまあつけばいいかなと思います。ということで製品についているニッケルストリップでした。続いてメッキのストリップいきましょうかね。ニッケルメッキで 0.18mm、 25ぐらいからスタートしましょう。スチールにニッケルのメッキをかけているのかな、そんな感じだったはずです。うん、ニッケルメッキだと結構しっかりつきますね。30ぐらいにして、ほい、4箇所ニッケルメッキのストリップでこんな感じですね、表と裏。うん、うん、結構ねちゃんとがっつりとつきます。ということで次は純ニッケルの 0.15 ミリやっていきます。ほら35、あんまりついてないかな。うん、あんまりついてないですね。50、60ぐらいでやってみましょうかね。あんま上げてもね、剥がしてみます。あんまり強くはつかないですね。ちょっと厚みがあるんで、でしかも純ニッケルって溶着しにくいので時間を長くすればつくと思いますけど、あんまり長くしても。ということで90ミリセック、うん、結構熱が入っちゃうんであんまり良くないと熱い思います。けどまあ一応ちょっと厳しいかな。純ニッケルの 0.18 ミリは少し厳しそうですね。ショートパルスとは何ぞやということで、ショートパルス 0% で25ぐらいでいいかな。やっていきます。まず 0%、 次ショートパルス20ぐらいにしましょうかね。で次40、倍でねやっていきましょう。次に60 80 100%、右から 0%、20%、40%、60%、80%、100% となっております。表がこんな感じで裏はこうとなっております。焦げ跡がついちゃってるんで分かりにくいと思うんですけど、 100% に近づくにつれてまあ強固についているような感じですけども、ある一点ところからあんまり変わらなくなってくるようなそんな感じの印象ですね。というわけでいろいろ分かったところで、実際にバッテリーにですねタブを溶接してみましょう。 0.18mm の、ニッケルメッキストリップでやってみます。ちょっと低めで
低めでいきますね。15ミリセック4箇所ほど、結構ちゃんとつきますね。あ、いいですね。うん、いい感じについたと思います。ニッケルストリップ同士でやった時とはまた雰囲気が違いますね。低めでも大丈夫という感じですかね。もうちょっと、うん、結構ちゃんとついてます。うん、いいと思います。純ニッケルのストリップも試してみたいと思います。うん、0.15 ミリの純ニッケルのストリップはやっぱちょっと厳しいかなっていう感じですね。つかないわけじゃないですけどっていう感じですね。23ぐらいで、23、うん、つかないわけじゃないですけどやっぱちょっとつきは悪い感じですね。はい、というわけでこのスポット寄せ付きの、いろんな性能を見ていったわけだったんですけれども、僕がですねこれを選んだ理由についてまだお話ししてなかったんで、それをお話ししていきたいと思います。というまあそんなに大した理由はないんですけれども、5000円ぐらいで買える安いやつでもいいかなと思ったんですけど、まあ、バッテリーが内蔵式でなくなったら充電に多少時間がかかるということで、あの僕の場合結構な量 のスポット寄せすると思いますので、それはちょっと嫌だなと思いまして、まあ、そういうバッテリー内蔵型のやつは除外しまして、コンセントから電源を供給するタイプのスポット溶接機っていうのもあるんですけれども、物自体が結構大きそうで場所取るのはちょっと微妙だなと思いまして、であと外観があまりにも中華中華してるというか、さすがになんか嫌だなっていうのと、あと海外の動画で中をバラしてるやつとかあったんですけれども、まあ、それ見てるとなんか外側の割には中はそんなになんかチャチいというか、あんまりちゃんとしてなさそうな感じがあったので、まあいろいろとですね検討に検討を重ねた結果こいつになりました。結構コンパクトで、先ほど見てもらった通り多分僕の用途だと全然普通に使えるかなと思いますし、あとあのペン先っていうか電極の部分も何種類か選べたりしますので、まあそのあたりね人によって好みによって選べたりするのもありがたいですし、スポット溶接機ものによっては本体に、まあ、これ本体だとするとこうアームが出てて、そこにこうバッテリー自体をガチャンってあの持ってきて、バッテリーを持ってきてガチャンってするタイプとかありますので、それはちょっとね面倒くさそうだなとか、いろんな理由があってこのスポット溶接機になりましたということで、次の動画バッテリー作る動画だと思いますので、その動画でバリバリ活躍してくれることでしょう。もしかするとこのスポット溶接機と、まあ、安いなんかスポット溶接機比較動画とか出したりとかするかもしれないんで、もしなんかスポット溶接機でこういう比較してほしいとか、まあなんかこういうのを調べてほしいみたいなのがあったら、下のコメント欄にコメントしていただけると採用されるかもということで、この動画を見てくださってる方はこういうのにね興味があるんじゃないかなと思いますので、一緒にいろんなことを試していけたらいいなとか思ったりしております。ということで今回はこの辺で終わりにしましょう。次は電動株2号機のバッテリーを作る動画になる予定です。ということで、次も楽しみに待っていてください。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。